はい、皆さんこんにちは、マネルフィルフィッシュです。では今回はセガサターン版ギレンの野望ジオン軍プレイ続きやっていきたいと思います。前回はですね、北京の攻略作戦を発動して北京に向けて進軍を行っていたんですが、連邦軍の方がモビルスーツの導入を進めているようで、北京の進軍ルートにガンタンクをね、置いてくるという事態が発生しました。このガンタンクがとにかく硬くてですね、前進ができないという状態になってしまいました。今回まずここを突破して北京にね、なだれ込んでいこうというふうに思います。で、さらに連邦軍の V 作戦をキャッチして、シャアをね、そこに派遣したんですが、デニム、スレンダー、ジーンが撃破されてしまったという状況です。なので今回はですね、まずモビルスーツとしてはドムの開発を急ぐというのと、今お話した北京の進攻をね、しっかり行っていくということをやりたいと思います。まず研究なんですけども、モビルスーツの技術研究レベルを確実にドームが開発プランとして提案されるレベル8まで上げたいので2100投入しましょう。これでドームがね、提案されるはずです。他はね、ちょっとお金を節約していきましょう。ではこれで時間を進めていきます。では今回こそこのガンタンクのね、始末をつけましょう。もういい加減このガンタンクには消えてもらわないとね、いつまでガンタンクに、かまっているんだというところですからね。今回このガンタンク確実に突破しましょう。で、まあ最悪ガンタンク突破できなくてもですね、まあガンタンクを無視するということも、まあ少し考えていきたいと思います。まあガンタンクのいるね、この拠点をあえてまあスルーするというかね、強行突破していくということで、ここをね、まあ、使わないルートから一歩外れて攻撃を仕掛けていくっていうね、それもちょっとやらないといけないかなっていう感じですね。3連星はまだザクワン乗ってるんですけども、3連星専用のザクワン、これはドムが開発されたら早々にね、ドムに乗り換えてもらいたいと思います。で、ランバラルはですね、今グフの受領を待っているような状態です。さあ、ここだ。ここでいい加減ガンタンクを倒してもらいたい。もうガンタンクの硬さ異常ですからね、本当に。残るか。これでもガンタンク残るか。圧倒的な硬さですよね、このガンタンクで。しかもガンタンクに格闘をかわされるという不始末。ガンタンクがこの硬さなんで、もうガンキャノン、ガンダムが出てきたら劣勢になるのは目に見えてますね。ようやくガンタンク撃破しましたね。一体どれだけのザクを攻撃に費やして、このね、ガンタンクを倒したのかというぐらいガンタンクめちゃくちゃ使いましたね、エネルギーを。戦うつもりはない。V 作戦追跡部隊より報告します。我が隊はルナ2付近でガデム隊と合流中に敵モビルスーツの攻撃を受けました。またモビルスーツ失ったな。ガデム隊の必死の防戦により補給は完了しましたが、残念なことにガデムは戦死しました。やられた。 V 作戦の威力は予想以上です。ここはもう史実通りの展開になっているので、どっかで流れを変えないといけないですね。ギレン総帥、提案があります。フラナガン博士を中心とする研究チームはニュータイプ能力の軍事利用を実現するシステム、サイコミュニケーターの開発において具体的な研究成果を提示しています。フラナガン機関を設立し本格的な研究を開始すべきです。これはもうニュータイプを実践に投入する、そのね、一番最初の目標始めていきましょう。開発プランはドームであってるかな。新兵器の開発が終了したと報告が。ゴークの開発が完了してドムの開発プランが提案された。
そう思います。確認していきましょう。開発。ドーム来い。ああ、違う。ドームじゃない。ザクレロだ。ザクレロなんて後回しだ。今、ドームが欲しいんだけどな。研究レベルを確認すると、レベル8に全部乗ってるが、乗ってるが、レベル8を完了していないっていうことですね、きっとね。なので、モビルスーツの研究、次のターンで絶対乗せましょう。これは必須だな。報告します。我々は木馬。さらに報告だな。敵心臓戦艦が大気圏に突入する際に攻撃を敢行し、北米に誘い込むことに成功しました。これでガルマが、今度は、史実通り死ぬ可能性あるな。我々だけでは、V 作戦の追跡は不可能です。以後、ガルマ様の地上軍と合流し、木馬攻撃の支援を行います。シャアの報告通り、ジオン地上軍は北米に降下して木馬を迎え撃ちます。私の実力をご覧になってください。と充実していないので、ガルマ死ぬな、これ。急いで、今から、北米に戦力を送りましょうか。では満を持して、いよいよですね、北京の攻略を行っていきたいと思います。北京攻略戦開始しましょう。さあ、北京攻略の方ですが、えっちらおっちら進んでます。このターンで北京攻略するのは、進軍速度が遅いので難しそうなんですけども、まあ、確実に北京はね、取れるかなという情勢になってきています。なので北京を取って、次のね、マドラス攻略というのをね、見据えていきたいかなというところですね。はい。北京の方は次のターンに持ち越しましょう。次のターンで確実に取れると思います。開発部より新しい開発プランが提案。これでようやくドムだと信じたいな。早速確認しましょう。開発プラン。ドムだ。ドムが来た。ドムは開発予算投入して、かつ倍額投資して半分で終わらせましょう。4ターン後に開発完了させる。これで倍額投資しましたね。あと4ターン後です。ランバラール大尉がですね、ついにグフに乗りました。で、グフでね、進軍速度も上がって、ガンキャノンに代行できる。という期待となってくれればいいんですけどね。先ほどお見せした通り、ドムもあと4ターン後には開発完了するので、ドムが開発完了したら、3連星をね、ドムに乗せたり、あるいは、どうだろう、ランバラルもね、グフからドムに乗り換えてもいいかもしれないですね。では、北京の方はここで攻略完了させてしまいましょう。しっかり、ここで終わらせにかかります。さあ、ここであと、セーバーフィッシュに、あとフライマタ、ベイトの打ったフライマタ。これが残りましたけど、次のターンでそのベイトもね、撃破できると思います。北京を取ったら次はマドラス。あとはイベントとして、シャーとガルマのイベントも気になるところなので、まあ、分岐点がまた発生するようだったらね、吟味をして、どこをどうしていくかっていうのを決めていきたいなと思いますが、まずは目の前の北京をね、総力戦で仕留めましょう。これで前期撃破で北京の制圧が完了ということになります。うっ、ガク2の J 型を一気無駄に失ってしまったな。報告します。はい、北京の攻略完了です。北京の制圧に成功しました。オデッサ及び北京の制圧によりインド方面への進路の確保に成功しました。これによってインド東部に位置するマドラス基地を攻略することが可能です。よし、マドラス基地もすぐに部隊を送りましょう。マドラスの方にはもうすでにランバラルを先遣隊として派遣してますからね。グラナダ基地の軍備拡張について苦情が出ています。グラナダ基地は本土防衛ラインの一翼をなす重要拠点。軍備をおろそかにするわけには参りません。そうだな、フォン・ブラウンの苦情は無視しても構わないのではないでしょうか。そうだね、
ここはキシリアに範囲を上昇されても困るので無視しましょう。グラナダはジオン本土を守るために必要な拠点です。さらに軍備の充実をさせます。はい、では北京の攻略完了したところで今回はここまでにさせていただきたいと思います。次回はですね、マドラス攻略を進めていきます。